チャオ、あっちゃんです。今日は8月の19日金曜日、あっちゃん家のお昼ご飯作りたいと思います。今日はね、北海道生ラーメン、はい、味噌ラーメン、コク深い特製味噌のスープに北海道小麦 100% 使用した麺がよく絡む本場の北国の味わい、生麺、北海道道産原料使用味噌味、食べたいと思います。はい、お湯を沸かしてる間にネギ切りたいと思います。あ、それでね、スープ一つ、今回ね、麺4玉茹でます。で、スープも4つ入ってるけど3つだけ使って、1つは冷蔵庫で置いときます。何かにまた今度使います。見切りで買ったね、いやが傷んでんのよ。1枚ちょっと剥がします。何分目かな、ネギ、ほぐしながら入れていきます。はい。これでね、2分半入れたいと思います。この前ね、コメントでもらっててんけど、フライパンで、麺とか茹でるのっていうコメントもらっててんけど、あっちゃんもあっちゃんねるのコメント欄で教えてもらったんよ。お鍋で茹でるより水の蒸発量が多いから強火で茹でてても吹きこぼれ少ないし、で、あっちゃんのこの鍋ってフライパンは熱伝導がいいからすぐ沸騰する余裕がね、で時短にもなるし、効率もいいから、だからね、これ28センチのフライパンだけど、結構ね、水の量も入るから重宝してます。だから麺類ゆでのそうめん、ラーメン、そうめん、ラーメン、うどん、何でも、麺類ゆでるときはフライパン結構重宝します。もちろん冷しゃぶとかいろんなもん、茹で物するのにお鍋より、この方がフライパンとかの方が早くね、あれです、沸騰するし熱伝導いいから、いいよ、加減いいよ、なのでよかったらぜひやってみてください。もちろんね、油料理した後ちゃんと洗わへんかったら油っこくなったりするからね、一回一回洗った方がいいし、別にね、もう同じこの上に冷しゃぶのせんのやったら洗わんでもええとは思うんだけどね、ただやっぱり油浮いてて気持ち悪いから、まあ洗った方がいいとはあっちゃん思います。はい、いい香りすんね、ラーメン。はい、茹で上がりましたってことで、水切りしたいと思います。ラーメンはね、水切りが命な。水が残ってるとまずいラーメンになっちゃうの。で、今回時短でポットでお湯沸かしてきました。90度のお湯に、スープを溶かせって書いてあったからね、これで3玉分のスープ、
で、ここに麺を入れてほぐして、これで1枚か。とネギ、はい、これで完成です。では食べたいと思います。はい、今日は味噌ラーメン食べていきたいと思います。ではいただきます。こんな感じ。うん、美味しい。どう？美味しい、おいしい。うん、味噌ラーメンおいしいね。うん、はいはい、スープがおいしいわ。この後も子供ちゃんたちとゆっくり食べていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。